よろしくお願いいたします。すぐ終わるからアイロンジャマ言うたよ、さあ、エコー、うん、この殴り方たまんねたまんねくこの最後のね、合いの手がね、俺好きなんだよね、本当に。間違った、素で間違えた。ご機嫌だぜ。うわうわおい、はい、ありがとうございます。え、間違った。 LOVE Love Me。 はい、いいね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。最後からメドレー。春風。ありがとうございました。ふふふくくく。よし、さあ行きますか。これ定番だったもんね。いいでしょ、なかなかいいゲームよね、本当に。みんな感じたと思う、このゲームの良さはみんな感じたと思う。肌でごめんね、何の話してたっけ、うん、やらかした。なんだやらかしたって。俺はやらかしてないぞ。衝動が大切、衝動が大切。この角度、はい、オッケー、オッケー、よしよしよし、オッケー。うん、サタンさん、うん、キャッシュ削除したらスイッチスタンプの使用歴も全部消えた、くさい。いいじゃん別に、これから新しいクル使えばいいじゃん。面白いな。なんで後悔してんの？これ何やろうかな。あいつ何弱いんだろう。これ大丈夫か。じゃあこれでやるか。うん、よし、OK。もう大変になるのかね。俺スタンプ履歴さ、あんまり動かないんだよね。時々消えてるスタンプあるけどね。うん。サタンさん、うん、パピコータリピ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 。ああ、全然どうぞどうぞ。うん、どうぞどうぞ。この風車って、わ、と、ちサタンさん、とりあえず自分の上に上げておこう。用具さん、ケラケラ、パピコベー、パピコベー。ね。こっち、あ、入れねえか。まあ、キャッシュは消すもんやない。あ、銀の宝箱。開けてみるか。カンジさん、領事感謝、これも頼む。セラミポジさん、うん、アクアを一つま、アクアを一つま。ね。金庫60かける。お、お、事務用品の武器なの今の。サタンさん、ユージー、すまん。これは？うん、うん。すまん言われてるじゃん。すまん言われてるじゃん。やっぱダイモンが落ちてんだよな、結構。ユージーさん、用具ピエン。最悪喧嘩になるかもしれない。何こいつ。ここ喧嘩になるかもしれない。回復場所どっかにあるかな。一旦回復してえな、MP。いや、そんな強いやつ現れねえだろ。いや、そんな強いやつ現れねえだろ。お金は ?4 万。預けたか。じゃあ行くか。準備できた。よし、行こう。うん。キリュウじゃん、キリュウでしょ、ね、
春日一番。春日長見だ。あんたは俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知らねえ。うん。えらく不公平な気がすんだけど。意外と細かいことを気にするんだな。細けえことはねえよ。普通気になんだろ。じゃあ聞く。じゃあ聞く。俺が誰だか知るのと、青木亮が次に何をするか、奴の次の一手が何かって情報、どっちを知りたいんだ。両方に決まってるじゃんね。ここに来た目的ってのは一つだよ。素直だなこいつ。分かりゃいい。だがスタンプ好きに使っていいけどね、パピコ。なんか履歴残したかったら。なんだと？だって自分のチャンネルで売ってるかもね。お前の仲間たち。おやすみ。おやすみ、ユージ。その情報を渡すに値する相手かどうか。ユージ寝るんか。確かめさせてもらいて。ユージもパピコも結構遅くまで起きてるイメージあるからね。拳で人を見るタイプなんでな。拳で人を見る。そういうの。いつも嫌いじゃないんだけど。くくくくくく。情報だけ。サタンさん、お昼寝たくさんした。教えてもらえねえか。そうなの。なぜだ。ここんとこ、俺の周りで生活リズムどうなってんだろうね。どうやら気が立ってんだ。今の俺は手加減する自信。いいね。じゃあパピコ最後までいるか。やりかねねえよ。ねえ。そりゃちょうどいいな。呼びかけ？ねえ。だと。うん。ふざけやがって。オッケー。もうしょうがない。配達は飲むんじゃねえぞ。配達は。体つきいいよなこいつら。お前の欲しがっている宝はこの奥にある。うん。宝の番人は俺だ。手にしたユージーさん、長身の最後。その番人を倒して前に進む。ん、サタンさん、もう少し同時に欲しいところ。どっちみち筋肉ある人って俺喧嘩しないと思うけどな。よしよし、1対1か。1対1じゃないのか。サタンさん、初手でおでこ殴るの破産金。見せてやるわけ。痛くはないだろうけどさ。はい、股間いきます。あ、ダメか。保管ダメだったか。どうしようかな。スタン効くかな。スタン効くかな。オッケー、効く。効く。効くけどガードされる。いった。いった。ネクストサイコか。ネクストサイコだったら攻撃するか。なんか結構強そうだよ。胸筋もうちょっと欲しいとかすごいよな。はい、全然効かねえ。こいつ強すぎるんだけど。こいつ勝て。やばい、こいつ勝て。負けそうだな。オッケー。ねえ、サンキュー。いってるな。股間も効かなかったでしょ。ラッキーパンチ効くかな。ラッキーパンチ試してみるか。はい。あ、やっぱ効かねえ。ダメだ。あ、やられそう。やられそう。こいつ強えわ。俺が認める。こいつ強えわ。俺が舐めてたわ。こいつ多分ファイヤー系だわ。ミディアム焼きいこうか。やっぱりこいつミディアム焼きだわ。あぶね。次あいつか。
あ、もうなんかボス攻略目処が立ちました。ボス攻略は目処が立ちました。もう大丈夫でございます。多分ボスは倒せます。どうしたもんかね、まったりだよね。こいつやりすぎじゃない？攻撃ターンが早いんだけど。回復係でございます。これをどうぞ。よし。ねえ、まったりよ。あ、こうやってちびちび削るしかないんだけどね。OK。こいつ早くねえか。名前を変えやがったな。何の意味だ。なんだ、なんか意味あんのこれ。なんか聞く技が変わる。出血するこの子。オッケー。あー、ダメだ、しないなこれ。ナイスミス、ナイスミス、ナイスミス。オッケーオッケー。フラッシュが効いてんの？フラッシュ効いてねえよなこれ多分。いや、フラッシュやろ、せっかくだしフラッシュを。よし、オッケー。よしよし、うん、オッケー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 。オッケー。引くぐらい強いね。オッケー。頑張ります。頑張れます。はい。バカート。いった。HP40。残 HP40。結構危機です。結構危機。400回復するこれ。OK。よしよし。うん。サタンさん、歯医者さん行きたい。わかる。俺も行きたい。行けよって話だけどね。土日やってる歯医者さん行きたい。うん。サタンさん、けど行けない。なんで？あ、俺も行ってないけどね。あ、また。サタンさん、木の端っこ切れてて、木を奥開けてない。なんだよそれ。そんなことあんの？ここが痛いってことでしょ。ここ。ね。皆さんね、ルーさん、ネミッター、これ。あ。ちなちゃんありがとうね、ウェイ。だけどまだまだ続くよ。多分ちなちゃんが寝て起きてもまだやってるよ。パピコは最後までいるって。うん、この配信で寝れるか。寝れるよ、寝れるよ、寝れるわ。寝れるわ。うん、ね、寝れるよね。音を聞かなければ寝れるよ。音を聞かなければ寝れるよ。ちょっと。スイートルラッシュ。ちなちゃんねるーさん。うん。パクちゃん頑張る。笑い。グスナタ。カランビットの敵に頑張る。私に勝てま
よしよし、いいか。ロールインアイテムいらないよね。何やったらいいんだろうこいつ。何も効かねえんだよな。頑張ってるねる。頑張ってね。そんな減らないね。今効くんよなこいつ。嘘、アッパーカットダブル。リナちゃんねるーさん、うん、でもさ、うん、この時間にパピちゃん、ナガミンと話せるのに眠れるわけないよね。うちの単純か。何、チナちゃんいつからいつからそんな悔しいな、うまいことを言うようになったの、チナちゃん。チナちゃんねえねえ、すごいよね。うん、サタンさん、ナガミさんは毎日21時から自由に話せるよ。自由に話せる。時間が合わなかったのよチナちゃんは。今はそんなしょうがないよねえチナちゃんね。オッケー。よしよしよし、ポイズンシュート効くかな。なんかこいつに何が効くか全然わかんないんだけど、今の銃のやつが割と与えてたんだよな。私に勝てますかね。銃のやつ結構当ててる。フラッシュのめくらましとか攻撃がセコすぎる。チナチャンネル携帯のね。この朝方配信じゃないと割とゆっくり見れないから、パピちゃんたまに朝方お願いします。グスナガミとどうもっす。あ、そうなんだ、大変だね。全然減ってない。フラッシュ今防御力上げるやつやったからね俺。次はなんだってずっと言ってるからねこいつ。燃やすけどね、やっぱ炎が一番効くわ。パピコ朝方配信ってあんまり見たことないな。サタンさん、朝のキラー強い、リブレキムプ。あ、そういうこと？オッケー、いった。本当にそれが理由なの？回復しとっか。オラ来いよ。オラ来いよってあいつ。あいつ煽るからな、オラ来いよって。こいつ強いな。サタンさん、土日ハマイしてたぜ。長見さんハマイ回寝坊してたけど。本当は見たかった。本当は見たかった、ごめん。本当にだけど前の日だいたい俺夜更かししてるからさ。ちなチャンネルさん、うん、本当にそれが理由なの？疑いの眼差し、あらあら。俺さ、本当にパピコ配信はね、本当ね、全出席のレベルで見てるよ。全出席のレベルでって自分で言ってる時点でもうあれだけどさ。どうしても見れないよね時間帯。あ、どうしようかな。これ防守力上がる、 MP 上がる、毒状態にする。あんまりこいつ何が効くか分かんねえわね。パピコただ眠いだけだと思うよ、ちなちゃん。そんなね、パピコにね、そんな深い理由ないと思う俺。眠いだけだと思う。結構与えるな。ねえ、ミディアム役して。うい。オッケーオッケー。今やばいやばいやばい、結構やばい、これやばい。ちょっと待って、一旦回復ね。オッケーオッケー。よしオッケー。オッケーオッケーオッケー。でまたフラッシュね、フラッシュで目くらましする。うん、サタンさん、長見さんは今まで 165H21m21S、 あっこの配信を見てます。一日 596H です。じゃあ俺パピコさ、アーカイブで見る派だからさ。ひなチャンネルさん、うん、そんなの調べられるんだ。俺パピコアーカイブで見る派だから本当に。本当に。その拡張機能いらないでしょ。捨てた方がいいって、捨てた方がいいって。
俺パピコは結構アーカイブで見てる派だからさ。サタンさん、さっき毎回出席って言ってたよね。違うの、毎回出席って言っても途中から出席だから、途中から出席だから出席できない、毎回じゃないよ、基本的に毎回出席よ、基本的にね、基本的にね。だからそういう見れないところは俺アーカイブで見てんのよ。最近アーカイブ見てないけどね、それは申し訳ないけど、あれだけど。サタンさん、ヤダミへの信頼度が10を下がった。ああ、このチャンネルさん、浮気された可能性はない。必死にね、言い訳する。あの野郎、構えを変えやがった。あ、構え変えたよ、みんな構え変えたよ、ボスが。これ危ないよ、これは危ないと思う。もう全然ダメージ与えられないんだけどね、こいつに。フラッシュとかアーカイブ見るようにしますよ、ちゃんとアーカイブね、今日のアーカイブとかどんな感じかなって、パピコ配信楽しんでるかなって。やばい、危ない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 。うん、意味わかんないんだよね。ネクストキリだもんね。オッケー。回復してね。やばい、危ない危ない危ない。だけどツイッチだからさ、ライブで見れた方がいいと思うんだよね、一番は。めっちゃ耐えてるじゃん。ユーザーも得ってこんな戦闘シーンあるのね、みたいな感じなので。そう、サタンさん、なんかね、前に言ってたマイク入力やつを教えて、感度が悪いと決める設定のやつ、あー、わかった。あの SS で送っとくよ。龍が如くね、ちなちゃんね、セブンからこんな形式なんだって。割と不評らしいよ、この形式。うん、サタンさん、ちながそれで困ってるって。あ、そうなの。じゃあちなに送った方がよくない？別にどっちでもいいけどね。パピコ知らないとパピコ経由でもいいけどね。フラッシュするか。待機。ウェイ。ウェイ。サタンさん、翻訳が正しく翻訳されないと。感度が悪いのと。チナチャンネルさん。あ、死ぬ。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 ちょっと待って。え、どういうこと？二つ問題があるってこと？チナちゃんは翻訳がうまくいかないのと。うん。サタンさん、今は滑舌悪いわけじゃないから、全力じゃないと思うのよ。あ、翻訳がちゃんとされないってこと？日本語認識されないってこと？ちなちゃんの言葉が。症状がわかんないね、よく。うん。サタンさん、入力に問題があると思うの。サタンさん、単純なのだと言語、言語だよね。うん。皆さんね、ルーさん、うん、そうそう、なんかよくわからない日本語になるの、うつながみ病気。へぇ、なんか、わかりやすい症状とか教えてもらったら全然。だけど、設定教えればいいのか。マイク認識。ちょっと何を教えたらいいかよくわかんなくなった。威力極大。これ何？これ強そうなんだけど、これやってみていい？これやったことねえわ。これやってみるか。全然当たれない。よいしょ一発、火力上がるやつで。こいつさ強いんだけど。このゲームさ、デリヘルがあるの知ってる？デリヘル呼ぶ？デリヘル、戦闘中にデリヘル呼ぶの、略してデリバリーヘルパー。ちなチャンネルさん、長に寝たの？20分ぐらい、20分ぐらい寝た多分。よいしょ一発。回避率上げるのか。一旦フラッシュでさ命中率下げてんだけどさ、意味ないのかな。
パスかけてみるか、これで。パスかけてみるか。1段階しか上がんねえな。避けれるか、避けれるか、春日。春日避けれねえな。ちょっと普通にパンチ食らうな。よし、OK。うん、皆さんね、ルーさん、うん、今日配信中長見の話になって配信時間やばくない、うん、ってみんな心配してたの、わらわら全然平気よ、本人は。本当に本人全然平気です、大丈夫です。本当に1曲ぐらい配信結構するタイプだったんで全然大丈夫。デリバリーヘルプ呼ぶか。本当にね、全然平気でございますよ。ご心配ありがとうございます。ダメですね、こんなことやっちゃダメだよね。いつもと違う配信スタイル、ほんと適当でやってるからね。サタンさん、うん、デリナガ、デリバリーで俺を欲しがるやつがまずいるとは思えないけど。アパカとまた来た、あぶねえ。ナイスガード。ちなちゃんねるさん、龍が如く好きな方を追って見に行きました。うん、なんでなんだか嬉しかった。パピコゴーっと、パピコゴーっと。龍が如く好きな方多くて見に来ましたって。で、なんか嬉しかった。パピコゴーっと、パピコゴーっと。龍が如く好きな人多いですよね。俺ちょっとそのコメントの意味ちょっとよくわかってないですけど。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。さっきのやつも気になるんだけどね。マイク入力を設定、感度が悪い時に見るやつ。翻訳は正しく翻訳されない。なんだろう。サタンさん、うん、それは長見の読解力の問題やね。謝れ、うん、ごめんね、ちなちゃん。ちなちゃん、ごめんね。俺、悪気はないんよ。悪気はないんよ。悪気はないって言い過ぎてさ、逆にそれが悪気があるように聞こえるような気がしてさ、もう何も言えなくなるんだけどさ。うん。うん。もうこれでチビチビ削ってるからね。うん。今、オッケー。もう脳が、もう脳がやられてるのかな。糖分が足りないのかな。うん。うん。サタンさん、ちなのリスナーが長見さん配信見てたってことや。あ、そういうこと？ちなのところに来てくれてる人たちが長見のところ見に行ってましたって言ってたよってことね。ありがとうございます。すいません。やっと意味がわかりました。だけど龍が如くこれやってないよ。なんて言えばいいんだろう、みんなが思うより龍が如くやってないよ。おはようございます、うん、おたまくいっぱい。今更ですが、長見さん、スイッチの配信マックス時間ってご存知ですか？48、さっさぴ、パピコよし、パピコよし。48時間一枠。サタンさん、うん、おたまちゃんず48時間です。うん、ありがとうね、おたまちゃんずさん。うん、ね、ほんとね。だけど俺本当にね、サタンさん、うん、15時間の命です。そうだけど俺本当にね、長時間配信者よ、昔。本当に、うん、そう。おたまちゃんずさん、言ってたのメガフル良かったです、うん、そうそう、すいませんね、本当にありがとうございます。おたまちゃんずさん、いつもすいませんね、うちが、うちがあれであれで。もうね、なんだろう、今日 2,3 時間で終わるって言って17時間とか平気で配信する人だった。昔はもう68時間配信は過去最高。あ、72時間配信の69時間デドバ。うん、うん、が過去最高。今度やるとき100時間じゃないって話してたもん、その時。100時間いけるかなっつって。このね、このさ、ボスさ、次はなんだってずっと、なんか、うるさくない？そんなことない。うん、うん、やばいでしょ。行くよね。だけど、なるべく毎日配信するって決めて、そこから21時から24時。自分の生活リズムで無理のない時間帯、割とギリギリの時間帯になって、今に至るって感じですね。おたまちゃんずさん、うん、長見さん配信で死なないでね、わら。みんなに言われた、長時間して。夜の夜も配信あるね、楽しみ。
だけど今日のよりはパピコの配信があるから俺。パピコの配信見たいから本当に。本当に。また2発アッパーしやがったこいつ。また2発アッパーしやがった。また。じゃあ長見さんに配信枠譲るよ。いやいいよいいよ。俺パピコの配信が見たい。アーカイブじゃなくてライブで見たい。ライブで見たい。長見さん。わらわら。私だよ。ライブで見たいわ。パピコの配信。うん。ね。マミコユミさん、あなたはとてもハンサムです。あ、マミコユミさんありがとう。え、今ハンサムって言った？本当？俺さ今さ俺今ハンサムで聞こえたけど嘘かな。大丈夫マミコユミさん、うん、ね、トリコでさそういうキャラクターいるよね。何聞いてもさハンサムっていうキャラクター。マミコユミさん、そうかわいい。そうかわいい。本当？本当にありがとう。本当？ねえこれ何、マミコさんもかわいいよ。こんな返ししかできないけどね。俺ハンサムって言われたよ。やばいわね。海外の人なのかな。マミコユミさんハロー、うん、ね、マミコユミさん、うん、スマイル。お、Thank you。 フォローしてくれたのかな。ちょっと待って、今画面がちゃんと見えないんだよねこっち。あ、 Thank you フォローありがとうね。ちょっとなんでさパピコとチナちゃんとかコメント止まるの。おたまちゃんズとかさ、言いたいことあるんだったら言ってもいいと思うよね。うん、マミコユミさん、うん、ユーグーさん、 You are welcome Thank you ね。うん、サタンさん、うん、ウェルカム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 。パピコ変なこと言わないでね。本当に変なこと言わないでね。フリじゃないからね。フリじゃないからね。俺今自分で言っててさ、めっちゃフリっぽくてびっくりしたんだけど、ちょっとフリじゃないからね今の。俺素で言ったからね。俺素で言っただけだからね。ちょマジでフリじゃねえからだお前。ちなチャンネルさん、僕に意味なく画面見てたわらわら。かえさん。それでは。びっくりした。あまりにもフリっぽくてびっくりした自分で今。引いたわ。うん。うん、タマチャンズさん、スマホゲーしながら見てます。スマホゲーしながら見てます。このゲームはドラゴンみたいなものですか？そうです、ヤクザね、ヤクザ。ジャパンマフィアゲーム。ジャパンマフィアゲームよ。それでは、サタデーサンデー。ハードセ。うん。マミコユミさん、うん、あ、昔遊んだな。あ、本当に？昔遊んだの？これセブン。マミコユミさん、うん、上の方、上の方、上の方、昔の方かな。ザ・オールダーバランス。ああ、昔の方ね。いらっしゃいませ。なんかさっていうか、マンデーからフライデーまで。あ、 I'm usually play game in Dead by Daylight DVD。 うん、サタンさん、うん、この時間にバーガーの画像出すな。ゴルはごめんね、パピコ。You know? マミコ。マミコ、You know? Dead by Daylight。Dead by Daylight ゲーム。やっぴー！やっぴー！うん。マミコユミさん。うん。Yes? I'm usually play Saturday Sunday other game。マミコユミさんが一度もプレイしたことがない。Try! Try again! No try か。トライベータ楽しいよ。デッドバイデイライト楽しいよ。うん。マミコユミさん、うん、入んのか。あ、まあ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 、そうそうファーストフィーリング、そうそう。 But How do you say But、うん、うん、プレイだね。うん、プレイプレイなめるって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 なめる
変質者が敵なのこれね。ね。ヤッピーヤッピー。これね、変態コンビのね敵なのこれ。ね、うん。マミコミミさん、可愛げがある。み？マミコミミさん。うん。なんでこんなにベタ褒めなの俺のこと。サタイさん。うん。ヤッピー。時々さ、六本木のクラブでさ、こういう、なんか、やめとこう。こっち、こいつやっつけるか。これ、ちなちゃん、こいつの攻撃面白いよ。キングヘルスってやつの攻撃。通常攻撃面白いよ。はい。やっぴー。はい。うえい。うわっ。うわっ。うん。ね。マミコユミさんね、名前忘れそうになるね。何か、うん、見たい、見たいでしょ。やっべ、このキングヘルスさんね、ホントで攻撃がね気持ち悪い。あ、間違った、攻撃間違えたわ。やっほー。まあ全体的に楽しいけどねこいつ。よし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 、オッケーオッケー。ほら全部で攻撃すんので、これはねまだマシ。ほら見て、この気持ち悪さ、このキャラクターの気持ち悪さで、あ、来た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 、見ててよこいつ。あ、これ守備力上げただけだったわ。マミコユミさん、今度会いに行かなくちゃ。会いに行かなくちゃ、会いに来てんの、会いに来るの、これ大丈夫か。大丈夫か、ちょっと待ってよ。どうしたのマミコユミさん、どういうキャラなの。よし、うん、はい、ホッチキス。全然稼がれた。わらわら癖強いよ。だけどね、今ね、まだ癖柔らかい方。今のは癖柔らかい方。サタンさん、うん、結婚相手見つかったね。パピコ、マジで変な言葉、変なコメント打つなよ、マジで。頼むぞ、パピコ。うん。うん。うん。マジで。パピコ、頼むぞ。うん、ねえ、こっちからあいつやっつけてえな。あいつやっつけるか。もう食べればいいじゃん、食べればいいじゃん。なんで家にないの。 OK、 よしよし、 OKOK、 あいつの攻撃来ないな、なかなか来ねえな。ダーツ打つか。 OK、 うん、うん、チャンネルさん、うん、夜ご飯うどん食べた。サタンさん、どうせこの後食べるから太る。あ、なるほどね。パピコ太ってもええんよ、多少太ってもいいんよ。夜ご飯うどん食べたの、ちなちゃん。うどんはいいね。東丸スープの粉うちたくさんあるよ、まだ全然使い切れてないんですよね。どうしようかな、こいつ陰打ちで、とりあえず陰打ちでこいつやるか。もうそろそろさ、あのツルツルマンのさ、ほら股間に打ちまくるんだよね。あ、終わった。チナチャンネルさん、あ、パピちゃんがナポリタン美味しいって言ってたお店名前なんだっけ。ちょ、やばいやばい、ナポリタンが美味しいって言ったお店、何そんなお店あんの。あいつからやっつけないとやばいな。うん、はい、オッケー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 、うまいうまいうまい。オッケー、ナイス。パンチョ、上がってきなさい。やばいやばいやばい、また変態から攻撃来る。いた、アキさん、うん、パンチョ焼きって美味しいですよね。パンチョって知らないんだけど、何パンチョって。うん、サタンさん、うん、パンチョのナポリタン簡単に美味しいよ。オッケーオッケー、来た来た来た、おらおら。マジあいつ攻撃ふざけてるからな、あいつの攻撃。だよ、目が回る。あ、よしよし、危ない危ない、よしよし、オッケー。うん、裏路地みたいなとこですか。サタンさん、パンチョ派遣。何パンチョはチェーン、俺パンチョ全く知らないんだけど。うん、
どうしよう、こいつで攻撃するか、出血させる、ファンがいいか。今チャンネルさん、うん、変なの、うん、笑い。お、しびれた、やった。俺パンチョ、まあいいや、俺その話題全然入れないが、いや全然好きに会話しててください全然好きに会話しててください。全然そういうの気にする人間じゃないんで。よし、 OK、うん、OKOKOK、 ひなチャンネルさん、パクさんが配信で話してたの。へえ、ナポリタン、ナポリタンって自分全然回復しようか。パンチョ、アキさん、東口の方と南口の方にありますね。裏路地みたいなところは東口の方かな。サタンさん、美味しいよ。へえ、ナポリタンってあのケチャップのやつですよね。違う？当たってるよね。うーんって言っちゃったね。お、出血まで当たった。ナイスよ。よしよし、やっと。よし、股間、股間行こう。ありがとうございます。股間、股間行こう。股間。今度行ってみよう。はい。はい。ケチャップで炒めてあるやつですね。よしよしよし。つけしやすい。これでいいか。よし。あ、やっぱレジストされたわ。サタンさん、うん、チェーンなのになぜかマンの味がするなんだよママンの味って。サタンさん、優しい味。へえ、優しい味ね。味噌汁みたいなもんかな。優しい味っていうのがよくわからんけど。はい、すべては運任せ。よし、よっ、オッケー、はい、よし、パンチョの歯、面が深くてナポリタンに合うようにあえてゆで置きしてあるとかなんとか。へえ、ちなチャンネルさん、長見、一応パンチョの終わるです。終わる省略。ありがとうございます。ちょっと見てみますか。みんなほんと食べるの好きよね。すごいよね。見習いたいもん。むか。ちなチャンネルさん、ね、わらわら。ほんとね、食の感性が死んでるからさ、自分。やっぴー、うん。ちょっと今ね、言い間違えたわ。もう一回話しかけるわ。ちょっと待って、準備する。もう一回。やっぴー。ダメだ。高い声出ない。やっぴー。やっぴー。やっぴー。ダメだ。うん。やっぴー。やっぴー。ダメだ。うん。行くわ。いやいや、別にやっぴー言いたいわけじゃないからな。しか。うん。サタンさん、待って、やっべやっべやっべ、はい、そして俺がこれが大会で見せるウィンドミル、見てえか、ウィンドミルだこれが。サタンさん、やっべやっべ、であいつにとどめを刺す。オッケー、うん、オッケー、よし、くで、こいつをやっつけないとねこれ倒し方がね、なんかちょっと特殊なんだよね、ここジョーカー、いった、オッケーオッケー、これね、股間打ちがマジでいい、股間打ちがマジでいい、股間にホチキス打つの、もう恐怖でしょ、恐怖でしょ、股間にさホチキス打ってさ、それについてくる特殊効果がさ恐怖なのよ。であそこにさ、なんかちょっと顔ができてるじゃん、あそこ、あれあれでね、行動不能になってんの、あいつ恐怖で
もうそれがすごい楽しい。うん、ごめん、ちょっと話それたかもしれない。長見さんで試してみてもいいですか。ダメです、絶対ダメです、絶対ダメです。一言だから俺は喜んでるだけだから。うん、はい、オッケー、よし。あー、ビビリ治ったか。試すのおかしいやろ。オッケー、よし、オッケー、よしよし。で、ザン、ザン一人、よしよしよし。こっち見ろや、見てなさい。やっぴー、あー、やられた、待って、よしよし。で、で、絶対に股間を打つ。オッケー、オッケー。当時用食べ物屋さんのメニュー見あさってたらお腹グーグー、お腹グーグー、やっぴー。俺もお腹グーグーなるよ。やっぴー、やっぴー、俺の番だな、俺の番だな。あ、これいけるな、いけるな。こいつ切るのに弱いんだ。よしよし、オッケーオッケー。めっちゃ吹っ飛んでんじゃん、あいつ。ね、いいじゃん。なんだよ、無我の境地って。無我の境地、俺も小腹すいたな。俺ここでさ、カップヌードル食ったらさ、殺害予告されるかな。そんなことないよね、そんなことないよね。よし、あ、防いだわ、あいつ、あいつ塞ぐなぁ、マジで。よし、ね、うどん、うどんないのよ。うどんスープあるけど、うどんがない。サタンさん、うどんならいいよ。うどんならいいの、なんでみんなうどんならいいの。なんでうどんならオッケーなんだ。ちなちゃんがうどん食べたからか。ジョーカーオッケ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 ー、はい、とどめ、オッケー、やっぴー、やっぴー、やっぴー、よしよし、まあ、強くなっちゃったね。よし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 。皆さんね、ルーさん、うん、私たちうどんガールズだよ、知らないの。え、パピコハワー、本当に嘘でしょ、絶対絶対嘘でしょ、絶対違うでしょ、意味わかんねえもん、うどんガールズと。うどんガールズとかマジで意味わかんないんだけど。絶対嘘でしょ、初めて聞いたもん。俺パピコがすごいうどん好きとか絶対聞いたことねえもん。サタンさん、チナ、マルちゃん、パピコ派、うどんガールズだよ。チナ、マルちゃん、パピコ、うどんガールズだよ。マルちゃん知らないな、マルちゃんって誰。俺ダメだな、多分言っちゃダメだったかもしれない。後で誰かから聞いて教えてもらった方が良かったかもしれない。こちら辺15回復する。今チャンネルさん、パクさん、プロフィールうどん好きって書いてあるで、わらわら。あ、そうなの。おいしい。俺ちゃんと見たことないかも。あ、なくなっちゃった。ちゃんと見たことない。やるわね。サタンさん、やるわね。ご覧ください。お前さ、もう自分でさ、自分でさ、なんか墓穴っていうかさ、もうやめよう。笑っちゃうわ、笑っちゃうわ、自分で。ちょっと見るか。だから俺。しか。うん。うん、進むか。サタンさん、165時間ね。アーカイブはさ、アーカイブそれ乗らないでしょ。俺がアーカイブ見てもそれ時間乗らないでしょ。ちょっと、何度も確認するよ。これ、ヤッピーにも確認していい？聞くよ、ヤッピーに。ヤッピー！よし。うん。でしょ？乗らないでしょ？俺がアーカイブさ、
もう仮に1000時間見ようがさ、1万時間見ようが、その165時間には乗らないでしょ。でしょ？うん。やっぴ。うん。でしょ？うん。ちなチャンネルさん、うん、ちな多分100時間行ってないんだろうな、パピコピー、新参者だから、パピコピー。うん。俺パピコの配信165時間も見てるの。だけどさ、俺さ、一番見てる配信者ってさ、あ、この敵面白いですよ。ほら、タケノコタケノコニョッキニョキの。サタンさん、続き言えよ。おい、見た今の。チナチャンネルさん。ほら、タケノコタケノコニョッキニョキ。ね。ウィンドミル。うん。よし。うん。うん。あ、ラベビタさん。うん。嘘でしょ。チラちゃんの方が多いの。それは嘘よ。だってチラちゃん自分で新参者って言ってるもん。チナチャンネルさん、我々の番組です。嬉しい。そんなことないって。俺見てるってちゃんと。そのツールがおかしいんだって。競争と対してどっちがあれなんだ、うん、絶対おかしいって。こっちでつけるか。オッケー倒した。ね、うんうん、サタンさん、うん、30くらいでつながりさんか47くらい。時間って残酷だよね、本当に。何でも数値化する人なんかあれだよね。ダメよね。落ち着いてパピコの配信を見る時間がなかっただけだよ。アーカイブ見るから、アーカイブ見るから、本当に。パチコはちょっと下噛んだだけだから。小さい頃から親によく噛めって言われてたから噛むんだよ、大切なところで。うん、本当にしょうがないだろう、本当に。うん、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー。メルさんさん、長見さんも少し寝た方がいいよ。体壊したらレモンドを飲めなくなっちゃうよ。石でもどうさとする。だけど全然大丈夫よ。今ね、会話しててすごい楽しんでるから。メルさんありがとうね。メルさんも優しいとこ時々見せてくれるから。ちょっと夜予定あるかもしれん。夜予定入るかもしれん。さっきなんか長見ハンサムって言ってた人と俺なんか飲みに行くかもしれん。長見ハンサムって言ってた人と。メルさんさん、じゃあ昼後の配信か。昼後の配信ね。別にね、月曜日配信できるからね。うん、だけど正直ね、パピコの配信ね、時間帯が合わないんだよね、うちの生活リズムとさ。だからアーカイブさ、お世話になってるからアーカイブ見てたのね、どんな配信してるかって。そこから俺ね、パピコの配信はね、アーカイブオンリーになったのよ。だからあんまりね、ライブで俺いないんだよね。言い訳じゃなくてね、これは事実ね、これは事実ね、これは事実よ。多分パピコも知ってると思うよね。これ全然アーカイブ見てるから。なんか回復してるなあいつ HP。 ね、うん、メルさんさん、うん、パピコ様が悲しみますよ。うん、サタンさん、うん、カゲボイチハニャアニャ。だけど俺さ、本当にさ、パピコの配信はさ、できるだけフル出席してるからね、本当に。長見頑張ってなんけ、水曜日だっけ、水曜日配信してる時はさ、俺家に着いてパソコンつけたら、まず最初にブラウザ立ち上げてパピコの配信見るんだよ。で、挨拶して、で、スーツとかさ、こういうの脱いで、
を荷物置くじゃん。とりあえず挨拶して荷物とかそういうの置いて、うん、でパピコの配信見てねえ、ツイッターのさ、あの圧力プレスってなんだ、圧力なの、ツイッターの告知とかしてさ、でお風呂入りに行ったりすんのよ。成長感じた、炭酸165時間ちゃんと見るから、ちゃんと見るから、違う、ちゃんと見るからじゃない、言い方間違えた、ちゃんと見てるから、ちょっと待って、今のは言い方間違えた、ちゃんと見てるから、ほんとに。チナさん、ネルーさん、チナもどんなところに出かけててもパピちゃんのとこ挨拶行く、パピコゴーっと。携帯アプリから見ないかな、あんまり、あんまり見ないかな。サタンさん、カゲボイチハニャ、カゲボイチハニャ。あんまり見ない、俺は、携帯アプリから。ね、みんなそういうところあるでしょ。ね、本当に挨拶だけするんだったら俺携帯で開いてみるけど、うん、サタンさん、ナイス、あ、ふうか、ふうちゃんレイダーからこんばんは、おぶっさんさん、レイダーから来ました、深見じゅうみなんなん、ふうかレイダーありがとう、びっくりした、メヌさんさん、さすがエンジェル様、さすが、ね、さすが、ちなちゃんねるさん、さすエンジェル、ね、ね、ハルピさん、あ、ハルピさんも、チュンちゃん、オブスちゃん、ダボ、バボ、バボ、本当に、ナガミン、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ナイス、うん、ナイス、ナイス、うん。オブスちゃんさん、ね、10時間近くやってるのですね。そう、結構やってるよ。ね、エンジェルさん、うん、歌うしかないですよ、ナガマさん、ハゲル、ヨヨマ、ね。本当に、あ、ありがとうございます、あ、待って待って、挑戦する時間落ちちゃった、ちょっと待って待って、ご賞ご清聴ありがとうございました、本当にありがとうございました、すいませんね、本当に風花さんライドいただきまして、本当に本当にありがとうございます、あのちょっと今敵の攻撃パターンなんで、ちょっと、はい、ありがとうございますありがとうございます、本当ありがとうございます、これなんて言えばいいの、これ風花からレイドもらえると思ってなかった、びっくりした言うことで書いてそれかっていう感じだけどね、ねエンジェルさん、レベル上げ終わらんとですか、あ、レベル上げ終わったんだけど、レベル上げ終わったんだけど、また強い人が出てきたからさ、あのめちゃめちゃ強いやつは倒した、めちゃめちゃ強いやつ倒した、だけどまだちょっとね、エンジェルさん、うん、そうでしょ、あ、そうなの、あ、相変わらず風花は優しい方ですよ、本当にね、さっきまでね、もう地獄のね、尋問みたいなね、尋問みたいなトークになってたから、よし、よし、オッケーね、風花今日デドバどうだった、もう寝るのかな、配信お疲れ様ですけどね、長見さん最強伝説のためにも後7日はぶっ通しやらないといけないのね、無理やろ、長見さん、うん、お探しですか、ね、
お探しですか、お探しですかって、お探しですか、お探しですかって、お探しですか、なんか日本語間違えたかもしれないね、日本語気になるよ ね、いや表現間違えただけ、表現間違えただけ、そういうそういうトークをしてたっていうだけの、全然全然そんなおかしいのしてないですよ、本当に。だけどさ、今14章ぐらいまで来たよ、14章くっくっくっ大丈夫から、俺大丈夫から、ブラウザバックなら今ですよ。これ何でやっつけようかな、結構あるよね、もしこれでやっつけるかね、えい、ウィンドミル、うん、はい、オッケー、ローリングミキサーの極み、なんだろうね、ね、そうか、今日デドバ、デドバか、あ、デドバに決まってるかね、おおお、レベル49まで上がりましたね、これ大丈夫、みんな龍が如く見て楽しいね、楽しい、大丈夫落ち着いて、この一杯うどんにすごいよく合います、よろしくお願いいたします。キツネタヌキ天ぷら月見お肉日が締まるうどんうどんうどんスープ、ありがとうございました、本当にね、寝ながら聞く配信に向いてませんセレポジさんもありがとうございます、本当にありがとうございます、うん、アキさん、はい、楽しい、ありがとうございます、楽しいです、楽しいですか、本当ね、あの気にせずコメントしていただけるとすごい助かります。トーテム2個、え、2個取るだけだね、終わらなかったの、なんでそんな難しいの、珍しいね、風化ね、へえ、2個もがくて本当に2個壊すだけですよね、ね、うん、エンジェルさん、2日前からずっとやってるアーカイブ、くすながり用事、そうなの、さらにさん、ひたすら男の股間にパッチンパッチンする作業してますそうですね、言えてみようですけど当たってますね、男の股間にホチキスを連呼するのがあるんですよ、連呼する技があって、そうで、その攻撃のサブ属性で、あの恐怖がつくんですよ敵に、うん、これですね、そうそう、腰を振りかけて、これ見ててね、これ股間にホチキス打って、あわよくば敵にね、恐怖っていうステータスがつくの、もうそれは恐怖なんだけどさ、行くよ行くよ、はい、ホチキス、ほら恐怖ってステータスがついたの、もうあいつ行動できないよ恐怖で、これ解体王、解体王は恐怖が今つきました、さすがにここがホチキスで狙われたら恐怖つくからさ、もう動けなくなるんだよ、これこれがついてると、自分のターンが回っていった時恐怖で動けなくなる恐怖で動けなくなるっていう、まあ、もうやっつけちゃうけどね、もうこいつやっつけると結構厄介だから、よしよし、オッケーオッケー、クイッ、オッケー、俺の番だな、これはペッパーで塩コショウで敵をいたぶるっていう技ですね、はい、でこうやって振りかけるの、ほら、うん、あ、そうそう、なんかタッカーってやつ、タッカー、いやいや絶対ない絶対ない絶対ない、タッカーよ、タッカー、あれホチキスじゃなくて、ね、もやってるのはタッカーなのよ、だけどホチキスみたいに可愛く言ってさ、これ持ってるのタッカーだからね、どう見てもほらタッカー、ほらほら、またこの敵も恐怖がついたるよ、もうとんでもないよね本当に、うん、女性なだみ、俺、虚勢されたらおしまいよ、マジで。はい、ミスったわ。ね。ね。
もうやばいよね。はい、OK で塩コショウ振って、ほらはい終わるって。塩コショウで倒すのよこれ。よし、100枚もらったね。エンジェルさん、アップレブ21パチパチ、アップレブ21パチパチ、ありがとう。フーカありがとう。フーカ優しい。ありがとうね。フーカありがとうね、レイド、本当に。大したお礼も言えない人間なんですけど、人間としてまだできてないんですけど、本当に。ありがとうございます。やっぴ。で、戻りますね、入り口に。ね、ここで、なんか強い敵がいて、そいつが倒せなかったんですよ。だからここでね、ちょっとレベル上げしてきたんですよね。レベル上げしに来たって言えばいいのかな。めちゃめちゃ強いのよ。なんかおかしいのよ、強さが。意味わかんないのよ。エンジェルさん、ハゲる、ジョイオマ。ハゲる、ジョイオマ。ありがとうございます。俺なんかもう、来てすぐ歌ったから、来てすぐ歌い出したからさ、俺ちょっとなんか最初のコメント全然読めてないんだけど、大丈夫かな。ね、ハゲさせちゃダメよ。すいません、初コメとかしてくださった方々、本当にありがとうございます。コメントした方々も、おぶちちゃんがいるのも見えました。あの立派な歌を、立派な歌を。これ何、初めて見たんだけど、こいつ何、こいつちょっとウィンドミル一発決めていいか。ウィンドミル決めるか。初めて見たんだけど、この寿司もん。はい、うん、よしよし。もう全然弱いんだけど。 OK、 よしオッケー、うん、よし。これ投げてるのは画鋲です。はい、よし、まあ、通常攻撃やってるけど、うん、本当にゲームは注目しなくても大丈夫です。チャットルームだと思ってください。あれ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 ね、いやー、本当パピコとかすごい、なんか最後までいるって言ってくれたから。パピコはね、最後までいるって言ってたから、それも糧に今頑張ってるところなんですよ。よし、もう終わる気配ないからね。ね、サタンさん第14章残り3章。うん、優しいよ、パピコは優しいからさ。チナちゃんとかもなんか寝に来たよみたいに、寝る前に来てくれたって言ってくれて、本当に本当ありがたいことでございますよ。すいませんね、皆さん。ありがとうね、本当に風花。それでは